雪が降る。すべてを白に変える雪が。悲しき敗者の群れを引き連れて、サンタクロースのソリが駆け抜ける。アリスたちが目指す先、遠い星空には、黒く塗りつぶされた虚無の穴があった。それでは、私から失礼いたします。そう言って、かぐや姫がソリから身を投げる。その身はあっという間に塵となり、虚無の穴へと吸い込まれた。じゃあ私も楽しかったわ。茨姫は最初と同じく無邪気に笑い、あなたと分かり合うことはなかったが、最後に共に道を歩むことはできたな。スノーは優しい笑みをアリスに向けて、仲間たちはライブラリから消滅した。これで終わりだ。もう誰とも戦わなくていい。私も楽しかった。だからみんなのもとへ。アリスは目覚める。漆黒の中、薄暗い音、血の匂い。私は消滅したはずじゃ。どこからか耳障りの人形たちの声が響く。私の願いは、作者を復活させること。そのために必要なものは。アリスは知っていた。願いを成し遂げるためには、他のキャラクターたちをすべて殺す必要がある。それはつまり、他のアリスも殺さなくてはいけないということ。アリスは立ち上がる。自分を殺したアリスを殺すために。いい話ですかね。死の間際に心を通わせた仲間たちと、また再び殺し合う。なんてハッピーなお話だろう。おや、画面越しの視線が痛いです。
話でしたよね。ですね。彼女は再び出ないよ。叶える権利を得たわけですし。クリスマスの奇跡的な。皆さん、こういうのを好きですよね。大体、今回の物語はあなたたちが。イベントやテストや集会で殺してきた。皆様、改めて。